はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。今回はタウンホール級エリートのアルファさんがなんとついにヒーリングを1枚も使用しないゴレホグ、こちらをやってくださったので見ていこうかなと思います。おとといとかですかね、私ケイスケホグライダー部隊にヒーリングを1枚しか使わないゴレホグ、こちらを紹介したんですけれども、今回はですね、本当にホグにもゴレビーズパートにもヒーリングを使っておりません。結構前からですね、ゴレ4のゴレホグとかで、ゴレウィズ部隊にヒーリングを1、2枚使用していって、で、どんどんゴーレムを進めていって、で、そしてゴーレムでターゲットを取って、防衛室に対してホグライダーを当てていって、ヒーリングをかけずに回していく。そういったですね、ゴレホグ何回か紹介しているんですけども、今回はですね、ゴレウィズ部隊にさえヒーリングを使用しておりません。というわけで見ていきましょう。こんな風にクエイクとポイズンとレイジをかけていきまして、一気にゴレウィズ部隊を中央に入れていきます。そして注目なのが、はい、もう8時と1時方向ですね、ホグライダー部隊を入れていきます。しっかりとですね、ゴーレムたちにターゲットを取っているというわけではないんですよ。一番外側の防衛施設などはホグライダーに対して攻撃しております。そしてまたホグライダー投入していきました。はい、3時側の大砲とアーチャータはやっぱりですね、ホグライダーたちに攻撃をしております。こんな風にですね、ヒーリングとか一切かけずに、さらにゴーレムでターゲットを取っているというわけでもなく、味方の援護なしにホグライダーたちを、昔の日本兵みたいに特攻させていきます。はい、6時方向からもお国のためにとホグライダーたちを投入させていきます。このゴレホグはもうなんかグラホグに近いですよね。ちょっと前に流行っていたバルキリー5、6体ぐらい でホグライダーを20体以上こうなんか詰め込んだような編成 で中央をバルキリーたちで壊していって、そしてもうたくさん残っている防衛室に対して2、3体ずつホグライダーを当てていくみたいな感じにちょっと近いのかなとは思っております。というわけでもうヒーリングも一切使用せずに、はい、ホグライダーたちもですね、今6、7体ぐらい生き残ってるんですよ。結構生き残って全開といった感じになっております。いやー、この編成はちょっとですね、もう目から鱗でございました。というわけで今回はですね、ヒーリングを1枚も使用しないゴレホグ、こちらをお送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。